やったやったぞ。この森を抜け峠を越えれば明日の朝俺はロバートキャパになっている。夢が足を軽くした。昼前には森を抜け彼は峠の麓に着いていた。7、見覚えのある数字。力士並み彼がそこで記した峠の向こうからの時間。あと7時間だ。7時間で峠を越えられる。そして俺はロバートキャパだ。戦場で撮った1名の写真が俺を神様に変える。泥の皮をかぶった密林からぽっかり群青の空が見えた。峠のてっぺんは近い。お牛に注意。いや、巨大なお牛に注意。巨大なお牛に注意。彼は奇妙な看板を見つけた。こんなところに。いたずらか。万一いたとしてもそんなものが怖くて戦場で写真が撮れるか。どうせもやで大きな岩が巨大なお牛に見える。そんなところだ。現実は曖昧さや幻想とは無縁なものだ。確かに現実は巨大なお牛の顔をしていた。俺は一心不乱に走った。何かを踏み外した。崖か。気がつけば体の下で左足がひどくねじれている。俺の左足はスパゲティに変わっていた。色も柔らかさも茹ですぎたスパゲティだ。おーい、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 おーい。今の声が誰に聞こえる。ここらに人などいるはずがない。聞こえるとしたらあのおしんだけだ。スパゲッティの左足で生き延びて峠を越えれば俺はロバートキャパに。写真の神様になる男なのだ。よし、朝も出かけるぞ。